そこもとよ。この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現に、それがしもここにおる。だからかのう、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。この社には行き場を失ったも現にそれがし、だからそこの賽また来るがいい。そこもとの技の試しいくらでも受けようぞ。そこもとか。それがしを使い刀の修練を積むがいい。力ば参る。ならば参る。ならば参る。そこもととの修練だが、そろそろよりまことの戦いに即したものも試してはどうか。それがしも殺す気でかかろう。そこもとの修練としてもその方が好ましかろう。どうした？なぜそこまで？半分は退屈しのぎ、もう半分は、そうじゃなあ、そこもとの眉間のシワを取ってやりたいのよ。さあ、よいからやるぞ。また来るがいい。そこもとの技のため。
まことに息を吹き返したのですね。竜韻の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか？ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。白いあざは生まれつきではない。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。死体はまだわかりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。わかった。死体はまだわかりませんが、あなたの体は返事あれば。わかった。ではまた。手に入れた。任務か？ああ。忍び騎手は騎馬じゃと言うたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。
業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
ならば参る。 ならば参る。 ならば参る。
では行くぞ。承知。立ち合いだった。切られて意味があるというのは存外に心地よいものだな。じゃがそこもと少しは加減してくれ。毎度いとうてかなわぬわ。すまぬ。冗談じゃ。これからも存分に切るといい。わかった。なんだ。それがしの品ずもそこもとの役に立ったのならば意味があったのやもしれぬ。また来るがいい。そこもとの技の。変わったことがあったのですか。ああ。どのような。俺はひとたび死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。ひとたび死に、今再び生きているならば、それは改正でしょう。改正。クロウ様の竜院の巫女の力と言われています。改正の力を与えられた者は死してなお蘇る。幾度でも。バカな。はい、おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。改正の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿、よく参られました。改正の力は九郎様の竜院の巫女の力と言われています。改正の力を与えられた者は死してなお蘇る。幾度でも。また変わったことがあれば知らせてください。改正の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。改正の力は竜改正幾度また改正では。またなんだお前さん、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。お前さん、何か言おうか。
わしが掘る仏は土豪深いもの。お前さんもそれで牙の形を増やしたきゃせいぜい人具を探すこったな。乗りかかった船じゃ仕込むことだけはしてやろう。狼殿、よく参られました。ひょうたんの種とこれか。はい、それをこちらに。種をひょうたんに植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。海星の力は流陰の海星に行くたびまた海星では、また。